はい、今療育から帰りました。2人とも寝ちゃったんだね。あれれれ、はい、今から家に帰って、もうね11月後半なのでクリスマスがね近づいてきてますので、クリスマスツリーを飾ろうと思います。2人が起きてからだねじゃあ今から2人を運びたいと思いますちょっと起きてるぞリク君。重いぞ。はい、ただいま。はい、お次はカイ君です。両手にミニカを持っております。はい、帰ってきましたよ。はい、よかった、疲れた。はい、ではでは今から飾り付けをします。電飾一緒にしようの。うん、一緒にしよっか。わからない、ちょっとじゃあやってみようか。ママがここはほらコンセントだから、ここコンセント、うん、わかったわかった。うん、もう刺すんかい。早いって早いって、リクくんもう刺すの。お、ほらほら光った。光った。あら、あった。うん、きれい。きれいだね。よし、じゃあこれをここの巻きつけていって。ここ、そうそう、巻きつけていくの。そう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 、オッケーオッケー、それでオッケー。上手じゃん。光ってる。うん、光ってるよさっきから光ってたじゃないか。はい、じゃあ飾りがでここにありますから飾りをつけていってください。もうね飾りもね少なくなってきたのよね。もうこんだけしかないじゃん。どこでもいいよ、どこでもいい、かけていって。分かった、リク君分かってなかった。ママ分かってなかったでしょう。ママ様、ママ神様、ごめんなさい。はい、これはほら誰だ、誰が作ったやつかな。さやちゃんが作ったやつだ。これはこれは誰が作ったやつか。やっぱここにした。うん、はい、これもはい、お願いします。カイ君もちょっと歌っていかないかなあ、これもさやちゃんが作ったやつですね。ほら、かわいいよ。はい、これもはい。これってどうやって取ってたの。そこ輪っかの中に入れればいい。ここ輪っかがあるでしょ。ここに、ここに入れて、ここに。ここら辺でいいよ、ここら辺で。はい、入った。カイ君取ったらダメやん、飾るんだよ。ここに。そうそうそう、はい、これも OK。 よし、キラキラ巻いてって。どこでもいいよ。ニコポンコってどうやってたっけとかわからない。わからない？これでいいかな？いいかも。いいかもね。うん、はい、チーズ。カシャ。よし、いいですよ。ね、クリスマスは何がいいか考えとかないと。ニコポン、カイ君。チョピノのニコポンコッチ、アクポコのボタン、アクポコ。このおもちゃかい。おにかい。スピノサウルスの？あのまたでかいやつ？うん、好きだね恐竜シリーズね。うん、ねえ猫くん恐竜大好きだもん。恐竜大好きなの。うん。うん、そっか。完成。完成。はい、できました。お姉ちゃんたちが帰ってきたらびっくりするかもね。おやつの時間にします。うん、それね、生メロンパン山崎さんから出てるのと、じゃあ両優パンから出てるのね。ママ、うん、はい、じゃあ開けてみましょう。おお、四角いんだ。焼きショコラメロンは四角いですね。さやにんにん。中身は、おお、こんな感じです。チョコテント。はい、どうぞ。はい、いただきます。うんうん、美味しいですね。うん、はい、次いきます。生メロンパン、ミルクホイップが入ってるやつね。いただきます。あー、生クリームがここから入ってるんだ。丸いです、こちらはですね。では切ってみましょう。クリームが結構入ってますよ。美味しそう。どうですか皆さん、美味しいですか。美味しい。美味しいね。実はね、またね、明日からパパはね、出張に行くんです。遠くに行きます。福岡ね、今度は。だからね、またママたちで過ごしていきましょう。うん。うん。おいしい？おいしい？
美味しいね。カイ君はクリスマス何が欲しいの？だで。パンが欲しいの？ババ。メロンパンが欲しい？大きなメロンパンが欲しいのかな？リク君は？スーパー噛みつき？スピノ。スピノ。スピノが欲しいんだね。またネーネーとニーニーにも今日聞いてみようね。実はですね、ママですね、冷え性なんです。カイ君。ママね、足がすっごく冷たくなるのよ。先にですね、パパにお願いして湯たんぽを買ってもらったんです。これはですね、マルカの湯たんぽ、アマゾンで買いました。これのですね、いいところはなんと IH クッキングヒーター対応なんですよ。直火も OK なんですけど、 IH 対応なんです。湯たんぽに付属のですね、カバーが付いてたんですけど、このカバーより今ですね、無印良品で鹿のこういうたんぽカバーっていうのが売ってたんです。こちらを購入しました。こちらの方がね、中の方がほら見えますか、ファスナーになってるからちょっと安全かなと思いまして、こちらにしました。マルカの湯たんぽは2,550円で、ここをくるっとするのね。ちょうど入りましたね。今日はこの湯たんぽを使って眠りします。あ、ゴロンつったぞ。はい、ではお湯を入れます。これメキシの銅板でできてるみたいなんですよね。低温やけどに注意しないといけないみたいですね。ちょっと危ないかな。この線がある方を上にしてお布団の中に入れておくといいみたいなんですよね。でも熱いの、すっごい熱い。キュッと軍手でよいしょ、入りました。お、あったかーい。これをですね、お布団の中に入れておきます。で、足元の方にこうやって置いとくと、はい。でね、ちびちゃんたちがいるとね、これちょっと怖いね、危ないね。ママが寝る前だけにしようかなね。何してるの？何？カブトムシ？カブトムシに風邪やってたのね。涼しいって言ってるかもよ。とっても暖かいですね。でもね、あ、これでこの冬は暖かく過ごせそうです。ママね、冷え性だからね。ケイ君かな、どっちかな。あ、クリスマスが明日は、なんで明日クリスマスじゃないよ。何やってんの、クリスマスだ。クリスマスが来るから飾ったの。クリスマスだ。違うわ。はい、今日はですね、子供たちはラーメンにします。野菜も買ってきてます。ケイ君は何が欲しいんですか？ヘルクチー、ヘルクチー、カルネーガス。わかるする。ヘルクチー、ヘルクチー、カルネーガスが好きです。ヘリコプターが欲しいのね。はい、ヘルクチー、ヘルクチー、カルネーガス。そうそう、赤いやつね。リク君は恐竜でしょ？スーパーマン、チャンピの会。わかったわかった、スピードね。リク、あれじゃないの？変わったんだって。変わったんだよね。これをラーメンの上に乗せようと思います。おーい、ラーメンまで来ました。こんばんは。いただきます。もうお腹減ったみたいだから先に食べます。今ね、5時10分です。ちょっと早いですけどね。お、気をつけて、フーフーして。あ、熱いね。うん、上手。まだね、ネーネーが買ってこないから、もう少しかな、ネーネー買ってくるのね。雲に行ってるね。今日は何ラーメンだと思いますか？うん。正解。ピンポピンポン。醤油。うん。醤油ラーメンです。うん。ママがね、パパにね、買ってもらったね、湯たんぽ。湯たんぽってあったかくするやつよ。ちょっと寝てみて、そこに。どう？あったかい？ほかほかしてるでしょ？あの、湯たんぽだから、湯たんぽ。ん？あそこに寝てる人がいる。え？え？寝てる人がいるぞ、ここに。寝てる人がいるぞ。寝寝するのも早いね。おやすみ。おかえり、帰ってきた。寒かった。怖かった。あ、
もう暗くなってるからね。怖すぎた。え、怖すぎた。怖すぎた。もう無理。あ、もうなんか走るの大変。え、暗いから？怖いのよ。うん。足音とかさ、不気味な足音とかさ、青いの中か、耳の中にパーって。そうなんだ。出てくるの。あ、じゃあ、あんまり暗い時はさ、ね、クモの先生に言うとお電話してもらえばいいかも。ママ迎えに行くから。オッケー？うん。さやちゃん帰ってきましたよ。さやちゃん、クリスマスはサンタさんに何頼むんですか？スーツケースです。スーツケース買ってどこに行くの？今年は、夏で茨城に行きませんでしたが、うん、次の夏の日は絶対に茨城旅行が行きたいと思っているので、うん、旅行のためにスーツケースが欲しいの？はい、どんなやつが欲しいかまたじゃあ決めといてね。決めてます。早いね、もう決めてんの？なんかね、コップが飲み物が置く場所なんです。そんなのがあるんだ。そっかそっか。お、さやちゃんがまた最初から飾り付けをしてくれました。全部取ってね。ね、後ろはもう量が少ない、あの、なんていうの、かいちゃんとかがこういう丸いやつ割っちゃったりするので、うんうんうん、もう量が少ないから、うん、前の方にやったのね。上手上手。はい、こうなりました。あ、すごい、カゴの中で光入れたのね。綺麗でしょ。よう考えていますね。ここにお兄さんたちがちょっと、もうお風呂入って、はい、ママも入るから、はい、かいくん、もうバイバイして。バイ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 。コメント高評価よろしくお願いします。よろしくね。